はい、皆さんおはようございます。今日は6月の3日木曜日の朝となっています。一緒にニューヨークの株式市場を振り返っていきたいと思うんですが、昨晩はですね、金利株とともにもうほぼ動かなかったですね、指数ベースでは。なので非常に静かな一日となったんですけれども、ただ実際にそのニュースフローとしては結構重要なニュースとか指標とかっていうのも出ていた中で、こういった反応っていうのは少し驚きだったかなと思っています。特に連銀総裁からですね、テーパリングに関しての議論の必要性っていうところも言及あったりもしたので、もう少し金利上昇からの株価下落だったり、そういったところっていうのがあるのかなと思っていたんですけれども、思っていた以上にインパクトなしというような状況ですかね。で、こういった発言も すいません、少しずつ出てきてはいるので、やっぱ若干テーパリングに対しての体制っていうのも少しできてきてるのかなというような印象が実際には、感じています。なんとなくですけどね、継続的に同じような人が同じような発言してるっていうのもあるとは思うんですけれども、ある程度、早い時期のテーパリングっていうのはなんとなくマーケットとしては強く意識し始めてるっていうのも、あるのかなと。ただしやっぱ金曜日の雇用統計ですねが、一番注目っていうところが、一番大きいのと、あとはですね、少し心配なのが、雇用の回復に関してはですね、やっぱ少し時間がかかりそうっていうような発言がいろんなところから結構出てきているので、そういったものが、鑑みてみると、今後数ヶ月雇用の回復っていうのが鈍かった場合、マーケットは、雇用のその回復の鈍化が経済の鈍化っていうところにどうつながってくるかどうかっていうところに、注目も集まると思いますし、経済指標が今非常に順調に回復してますけれども、その回復が継続して、成長を見せられるかどうかっていうところも少し疑問かなっていうような、疑念も出てきたりもするかもしれないので、そのあたりは雇用の数字は本当に、今一番重要と言っていいほど、注目されていると思うので、継続的に見ていきたいなと思っています。はい、セクター別ですけれども、原油関連がですね、引き続き、非常に好調で、それ以外に関しては、そんなに大きく注目するような動きっていうのは、なかったのかなとは思ってます。はい、マーケット全体でもガーファムの動きは非常に少なかったのと、あとは、テスラですね、リコール発表してマーケットとしては、少し、若干なんていうんですか、影響を受けるようなものだったかもしれないんですが、3% 下落というような感じですね。あとは非常にここ最近注目しているのが NVIDIA のパフォーマンスがもう本当にめちゃくちゃ強くて、昨日も、なんていうんですか、ARM の買収に関しては、当局、各国の当局の、承認というのは得られるというような非常に自信に満ちたですね、コメントが、ジェンセンさん CEO からですね出ていて、そういったところも反映して、昨日 NVIDIA は 3% を超えるような、株価上昇を見せてたというような感じですね。はい、それ以外に関しては、あまり注目に値するような動きっていうのはなかったかなとは、思ってますけれども、非常に、好調というか良かった決算出したZoomも昨日は若干弱含んでいたというか、期待通りの動きっていうのはできてなくて、昨日マイナス推移をしてました。はい、一緒にニューヨークの株式市場を改めて、ニュースですね、見ていきたいと思います。昨晩はですね、ベージュブック、各国の、各国で各州の、いろんな連銀総裁からの、情報ですとか、そういったビュー報告っていうのを受けての、内容なんですけれども、やはりですね、経済自体は非常に順調に回復をしていますよと、比較的緩やかな回復をしているというようなことなんですけれども、やはり一番問題となっているのは雇用の問題っていうのが、各連銀総裁からの、コメントとして出ていたそうです。で、やはりですね、その今仕事が、働きたいですよって言っている人たちがいる、このセクターっていうんですかね、業界に関しては結構高所得者の人たちが多いところになっていて、今まだ働きたくないっていうふうに思っている人たちっていうのは低所得者のセクター、いわゆる飲食業とか、そういう季節労働だったりとか、あとは、結構肉体労働系の仕事がやっぱり多くて、でそういう人たちがやっぱり徐々に、労働市場に出てこないと、そこからさらに先に連動して雇用を生むような
まあ、影響をなかなか及ぼせないというところもやっぱあったりするんですね。例えば学校とか保育のサービス、まあ、そういったところに関しては、まあ、さらに彼らがサービスを、仕事を得てサービスを提供することで、そこより先にいる人たちの雇用を促せると。ただしそういったところが今はまだまだ雇用をしっかり獲得できてないというところもあって、今雇用の拡大が鈍っているというわけなんですね。でただしそういった人たちが、まあ、今働くとどうなるかっていうと、例えばトラック運転手なんかはですね、昨日ポッドキャストでもやってたんですが、まあ、通常であればですね、大体日本円でいうと600万ぐらいの、年金、年間の報酬っていうのがあるんですけれども、まあ、現在働くと、まあ、一部の、トラック運転手なんかは1000万円をですね、超えるような、まあ、給料を得ていると。なので、まあ、非常に需要が今高まっているにもかかわらず、まだなかなか仕事後の提供っていうのが労働者から行われてないというような今状況らしいです。まあ、これしばらく時間がかかるみたいで、やっぱ数ヶ月は今のようなまあ少し雇用が弱いような状況、まあ弱いというか鈍いですね、状況が続くんじゃないかっていうふうに言われてます。で、これはですね、世界的に見ても結構同じような状況で、コロナの前と比べると失業率っていうのは、まあ世界的に 20% ぐらい上昇してるんですね。まあ、大体世界的には失業率のレベルっていうのが 6.3% というような状況なんですけども、まあ、来年には 5.7% というようなところまで低下するんですが、パンデミックの前の水準っていうのは 5.4% ということで、まあ、来年以降ですね、再来年ぐらいまで、パンデミックの影響っていうのは回復させることができないというようなことらしいです。まあ、実際にこのコロナが起こってたことで、まあ、ビジネスもですね、本当にいろいろ効率化、まあ、特にレストランとかですね、本当に人を雇って、まあ、固定費が高いところに関してはいかに効率化できるか、ビジネスを効率化できるかっていうところに対してですね、結構注力してたということもあるので、実際に前と同じような雇用が必要かどうかっていうところも結構疑問になっているところも多いんじゃないかなと思ってます。だとはやっぱりその人がたくさんいすぎるっていうことの問題っていうのも、まあ、いろんな方も認識しているとは思うので、まあ、そう考えるとそのコロナの前までの水準に戻るかどうかっていうのは、そのビジネスとして非常に力強くなっている、まあ、ファンダメンタルとして非常に経営がうまくいっているっていうところと同時に、あとやっぱり供給サイド、需要、仕事の供給サイドとしても今やっぱり同じような人数が働きたい、もしくは働けるってなってるかっていうと、まあ、今後もそうじゃない状況が続く可能性がかなり高いので、やっぱり雇用の回復っていうのは少し鈍くなりそうかなと、ここ最近また考えています。はい。あとはフィラデルフィア連銀の総裁からのコメントなんですけれども、まあそろそろですね、テーパリングの検討っていうのを、してもいいんじゃないかっていう発言が出ていました。まあ、やっぱりまあそうなるのかなという感じではあるんですが、やっぱりまあ非常に、まあ物価が、まあ、今年 3% ぐらいで、まあ、終わりそうなんじゃないかっていうふうに、まあ、平均言っていて、まあ、あとは今後特に後半にかけては経済が回復してくる、かつ雇用が回復してくる、これが本当に実現するのであれば、やっぱり来年の結構早いタイミングでテーパリングの実施というところに、まあ、向かう可能性がやっぱり高くなってきていて、まあ、そう考えると今年中のどこかでテーパリングの議論というのはしっかりと FRB の中で行われていくんじゃないかと、まあ、そういったような今方向性になっていきそうかなと思っています。はい。まあ、今後もこういうようなコメント出てくると思うので、誰が言ってるかっていうところもそうだと思いますし、まあ、あとはやっぱりそういった、まあ、意見がですね、マーケットにどう反映されてるかっていうのも、まあ、注目して見ていきたいなと思っています。はい。あとアメリカの方でですね、給付金の上乗せ措置、まあ、毎週300ドルっていうのが今ありますけれども、まあ、それがですね、全米の半分の州で、期限、まあ、9月が期限なんですけども、まあ、それのより前に、打ち消しというふうになるそうです。まあ、早いところは、まあ、今週ですかね、来週か、6月の12日開始で、まあ、あと他の州はですね、7月の上旬に、まあ、これが、上乗せ措置っていうのを、まあ、終了するということもあって、まあ、ここから雇用に対してどういう影響があるかっていうのは、まあ、注目していくべきポイントかなと思うので、まあこの給付金もらってる方っていうのは、まあ、上乗せ分ですね、非常に、まあ、厳しい状況にはなるっていうような見通しもやっぱりあったりして、本当にその雇用に行くのか、もしくはその給付金もらって
たことでなんとか食いついていたものの、まだやっぱり働けない状況にある家庭っていうのもやっぱあると思うので、そのあたりのバランスがどういうふうにアメリカの経済に影響してくるかっていうのは注目しておかないといけないポイントかなと思ってます。一部ですね、ホワイトハウスの方からのコメントでは、やっぱりその給付金のストップ、一部給付金のストップをすることで、まだやっぱり働けない層っていうのがいたりとか、なかなか仕事を思ったような仕事に就けない人たちが、いることで消費に対して非常に悪影響を及ぼすんじゃないかっていう懸念もやっぱりあったりするようなので、このあたりは非常にバランス難しいんじゃないかなとは思っています。GDP だったりとか、あとはいろんな数値ですね、経済含めて見ていきたいなと思っています。はい、あとはですね、バイデン大統領7月の、ジュライフォースですね、独立記念日に向けて、現在ワクチンの接種の、取り組みをいろいろやってるんですけれども、今というか今後はですね、ワクチン接種したらビール提供しますよとか、ワクチン接種したら無料保育の権利提供しますよとかっていうようなことを今やってるそうで、もう本当に使える、技は使い切ってるっていうような感じになってますけども、今非常にいいペースでワクチン接種っていうのが進んでいて、少なくとも1回接種したというアメリカの成人っていうのはもう 63% にまでなっているというような状況らしいです。はい、これが7割まであと1ヶ月ぐらいですね、でいくかどうかっていうところだと思うんで、このあたりは注目していきたいなと思っています。はい、あとはですね、アメリカの原油の先物なんですけれども、これが2018年以来の高値をつけていたりとか、あと北海ブレント、原油の現物、失礼しました、原油の先物ですね、これも2020年の1月以来の高値ということで、今非常に原油関連の先物どんどん今上がっていってますけれども、夏に向けて一過性の動きだと思うので、今後ですね、どういった動きになるのかっていうのは注目はしていきたいんですが、ただ、OPEC プラスという人たちが、協調減産っていうのを7月まで段階的にやっていくという方針もあるので、このあたり引き続き、しばらく1ヶ月ぐらいは高止まりする可能性はあるので、原油のこの高、なんていうんですか、上昇が今株価にはいいですが、これが長期的に続くわけではないので、これに追っかけるように今株を買ってる人っていうのは少し気をつけた方がいいかなとは思ってます。そうですね、ちょっとやっぱ原油に関してはこういった減産とか増産とかそういったのが、人間の力によって引き起こされたりするので、こういうのに連動してちょっと株を買うのは僕としては少し怖いなっていうのは若干あってみたりはしています。はい、すいません、ちょっと感想で。はい、あとはですね、テスラリコール全米で6000台ということで、株価、少し下げてましたけれども、どうですかね、結構前からいろんな問題テスラ経営も含めて抱えてますけども、順調にそうは言いながらも株価今伸びていて、一旦ちょうどいい小休止になるんじゃないかなって、それぐらいにしかちょっと僕は個人的にあまり思ってないんですが、株価は少しあれですね、戻ってくるのかどうかっていうのは少し難しいような感じになってきてるかなと思ってます。テック系やっぱり少し上値を持たなくなってきてるなというように感じていて、今もう戻ってるものに関してはやっぱり小型株中心になってきていて、ショートカバーが中心なんじゃないかなと思うんですよね。で、交換見てみるとマーケット全体として本当にその株を買ってるっていうか、買わざるを得ないっていうような、なんかその感じに少しなってきているフロー、なんて言うんでしたっけすいません、ETF とかそういったところの買いが入ってきてたりとかするので、フローとしては出てはいると思うんですけれども、積極的な買いが入ってない中でこの上昇本当続くのかなとここ最近、結構心配して見ています。日経がどう影響するかっていうのは分かんないんですけど、ちょっと上値がどんどん切り下がっていってしまってるっていうのと、あとアメリカの方の、指数もナスダックに関しては結構やっぱ上値重いんですよね、動きチャート見てみても、なのでこのあたりで何か悪いイベントとか来たりすると、結構勢いよく下がったりするんじゃないかなと個人的には思ったり警戒をしています。
で、引き続きやっぱりオプション市場のスキューっていうのがやっぱり注視されてきていて、警戒感っていうのは高まってる。で、かつ雇用の数字これ悪く出たら、で、かつ来月再来月も悪く出たりとか、まあ、そのテーパリング議論してる場合じゃないねみたいな感じになったり、まあするかしないかもしれないんですけど、やっぱそういうシナリオっていうのも、まあ、頭の中に少し入れといたりするべきかなとか、なんか若干ちょっとやっぱり、まあ、こういったスキルとかを見たりしていると、警戒感っていうとこをいかに、まあ、どういった材料と結びつけて考えようかなっていうふうに思っちゃったりもするので、よくはないんですけど、まあ、ただ実際問題、株価の上値が重くなってきてるっていうのは感じているところでもあるので、このあたりは、まあ、特にテックですね、まあ、注視して見ていきたいというような状況が続くんじゃないかなと思ってます。はい、まあ、ちょっとすいませんね、歯切れが悪いような コメントが今日は多かったかもしれませんが、引き続き、まあ、もう何はともあれ金曜日雇用統計ですね。はい、これを見てからまたもう一度考えたいなと思ってます。ということで、また次回の動画でお会いしましょう。さよなら。